第二次世界大戦太平洋戦争日本本土空襲湯の花トンネル列車銃撃事件湯の花トンネル慰霊費湯の花トンネル列車銃撃事件は第二次世界大戦末期の昭和20年8月5日正午過ぎに東京都南多摩郡浅川町内の運輸省鉄道総局中央本線湯の花トンネルでアメリカ軍の P-51 戦闘機複数機が満員状態の列車に対して 必要な機銃装車を加え、多数の死傷者が発生した事件である。日本本土上空の制空権を主柱にした連合国軍は、その一部であるアメリカ軍機動部隊の艦載機やサイパン島や洋島から出撃するアメリカ陸軍航空機によって、軍事施設や交通機関などのインフラに対し攻撃を行うようになった。 最初に行われたのは1945年2月16日に南関東、静岡地区を目標としたジャンボリン作戦であった。さらには戦艦による艦砲射撃も行われるようになったが、これらの攻撃に対して日本軍は戦線を大きくアジア太平洋地域に拡大していたため、内地である本土防衛に充てる軍事力が大きくそがれていた。東京周辺には、 帝都防空用として、陸海軍ともに比較的まとまった数の航空機が配備されていたが、この時期にはすでに弾薬や燃料が底をつき、また、操縦士も極端に不足していたため、予想された、本土決戦に備え飛行可能な機体を地下号や、延滞号に温存する措置が取られるなどの、惨状であった。一方、日本軍の迎撃のない中、イギリス軍やアメリカ軍機は、 やすやすと本土侵入を果たし、鉄道施設及び列車に対しても攻撃が行われるようになっていた。そうした列車攻撃の中でも最悪の人的被害を出したのが中央本線湯の花トンネルにおける機銃走車事件である。ED167 新宿発長野行きの下り419列車は午前10時10分に新宿駅を出発する電気機関車。 ED16K7 号機が牽引する8両編成であった。この列車には、軍関係者が乗車する二等車と荷物車も連結されて、いたが、富士演習場に向かう19名だけでほとんどが、非戦闘員の一般乗客であった。8月2日未明に、八王子市は、アメリカ軍の B29 爆撃機による空襲を受け、市街地の8割が消失し、中央本線も、 普通となっていたが、8月5日に全面開通した。419列車は復旧後2本目の列車であり、また、八王子駅で419列車が出発する前の列車が発車しなかったため大変な混雑だった。419列車は、八王子駅が空襲により消失していたこと、単線区間での列車交換に手間取ったことなどの事情があり、 朝川駅を1時間遅れの午後0時15分に出発した。午前11時28分にはすでに空襲警報が発令中であったが、停車中に乗客から早く出せと土星が飛んでいたこと、さらなる遅延を回避するためや湯の花トンネル、小仏トンネルに入った方が安全と考えたため、駅員や乗務員は発車させたものと見られている。その後、 419列車は、第一浅川橋梁を通過した後、湯の花トンネルの手前で、進行方向左側の太平洋側から飛来した、アメリカ軍第7戦闘機、集団所属グラント隊意識下の P-51、戦闘機複数機に捕捉され、機銃装車と23センチロケット弾の攻撃を受け、トンネル内に、機関車と客車2両目の半分ほどが入ったところで急停車した。 ロケット弾は外れたが、トンネルから出ていた車両は反復して、機重奏者にさらされ40名近くが即死した。車内は多数の乗客と手荷物により身動きが取れない状態であり、混乱を極めたが、乗客は銃撃の合間を縫って車外に脱出し、付近の山林やトンネル内に逃げ込んだ。銃撃が終了し戦闘機が去った後、浅川町警防団員を中心とした。 地元住民や乗客らがトイタを利用して負傷者や、遺体を搬出し付近の民家の庭先などに運び込んだ。重傷者はトラックに乗せて、近隣の小林病院、中島飛行機武蔵製作所武蔵病院や、立川市の東京第二陸軍共済病院等に運ばれた。遺体の多くは、翌6日に高尾山北川の日影沢に運ばれ、ダビンに付された。遺骨は、 市内すり指所在の常林寺に安置され、遺族に引き渡された。犠牲者の数については、国鉄の資料によると49名となっているが、警視庁は52名としている。また、事件の慰霊会は60名以上が犠牲になったとしている。負傷者は130名以上であったと言われているが、戦時体制下のため、当時の正確な記録が残されていないという。なお、 419列車は送電線が、機重奏車で切断されたため、蒸気機関車に牽引されて、浅川駅へ改装され、この事件によって、普通となった、中央本線は当日夕方までに送電線の再接続を完了し、全面復旧した。2015年3月9日に、TBS で放送された、番組、戦後70年戦の、証言スペシャル私の街も戦場だったの中で、 この事件のドキュメンタリードラマが放送された。ありがとうございます。